はい、今日もあなたと百姓天国、天国、はい、ということで本日は2019年の3月20日ですか、違ったらごめんなさい。さあ今日は快晴ね。明日が春分の日ということでね、もう何でしょう、もう完全なる春なんですけども、さあ今研修生お二人ね、こうして堆肥を撒いてもらっております、私もこれをねずっとやってきておりますがね、いいですね。20代は体力あるしね、まあ堆肥の話をするとね、この動画が終わってしまうというかね、どうでしょう、24時間話したって仕方がないぐらいの話になっちゃいますね、あれですけど、まあ簡単に言うとね、まあ有機農業の常識と言いますか、それでは単あたり1単300坪ですね、1単だいたい300坪あたり、2トンって言われますね、2トン、まあ重さというよりもまあ体積とか粒米っていう言い方になりますけどもね、じゃあそれをね2トンぐらいをどのような重さで測るのか、体積なのか、でそういった問題よりもさらにポイントはね質になりますね、堆肥の質、植物性堆肥、動物性堆肥、いろいろありますわな。自分で作るね、牛屋さん豚屋さんからいただくね、鶏糞などを自分で発酵させて作るね、いろいろですよね。我が農園はきちんとしたね専門の堆肥を作るところからこうやって、いただいておりますね。まあまあですからね、ただでもあげるっていう堆肥はもらわない方がいいです、これは私個人の見解ですけどもね、いろんなものがありますね、重金属が入ってたりしますのでね、下水道汚泥だとかで作られるものもあります、それでもいいというふうにね考えてらっしゃる方もねたくさんいらっしゃると思うんですけど、我が農園はそうではなくて、一応、安心安全なところから買っております。だからお金かかるんですよね、自分で作れませんので。この辺の話をするとねとても、奥が深い世界になっていくのであれですが、ですから最初にはね我が農園のやり方は、最初は畑を借りたら少し多めに入れますね、堆肥を多めに入れていきます、堆肥を多めに入れて後で抜いていくということになります。ある程度土ができてくると緑肥などで、あとはまあ我が農園はバイオダイナミック農法ってやってますけども、それの調剤などで、ほとんど無肥料で最終的にはやっていきます。それが早ければ5年とか8年とかですかね、10年経てばどうですかね、まあまあものによっては芋以外はほぼ無肥料でできる、もう畑の一部はそのようになってますね、我が農の場合は。まあ土作りというのはねそれぞれ皆さんやり方考え方があってという話でございました。はい、ということで私は2人がやってるのをぼっと見てもしょうがないので、何やるかちますと、インゲンですね、インゲンをよくからせやりますね、こっちですね、よく映りますか、モニターをね確認しながら、若干ね新しいアクションカメラ買いましたけれども、まだちょっとね慣れないのであれなんですが、うまくね映っていればいいですが、確認しながらねやるという、やっぱ意外とやっぱりね難しいんですよ皆さん。こうやって撮影しながらね作業するって本当になんかめんどくさいと言いますかね、めんどくさいって言っちゃいけないですよね、見ていただいているのにね、いつもなんか楽しみにしてくださる方がいらっしゃる、ありがとうございますと、一応形だけでもいや心からそう思ってますよ。さあそんなことでインゲン、つるありインゲンですね、うちはインゲンはつるありしかやらないですね、昔はつるなしでやりましたけど、つるなしとかもねやったことありますけどもね、よいしょ、こんな感じでね、まあ、我が農園はね、のやり方はこうやってマルチを張って、まあ畝前は防草シートで押さえて、もう基本的にできるだけね広いマルチを張るんですよね、それで草が入らないようにしております。でまあこの後アングルを立てるわけですけどもね、豆系はねうちは豆に関してはまあ4月の終わりぐらいから、エンドウ豆ね、スナップエンドウだとか、絹さや
でスタートしましてね、それを5月真ん中ぐらいまでですか、終わるのがね。でそれからこの今巻いてるこのつるありにバトンタッチして、この辺ができるのが6月ですか、6、7と行きまして、でその後まあうちはもう落花生枝豆は作らないんですよね。もうその辺はちょっとどうですか、なかなかストレスではないですかってね。枝豆なんか本当多分ね、美味しいですよね。多分有機栽培で作ると割と美味しいですよね。そんなこと言っちゃあれですけども、ただやっぱり難しいですよね、管理がね。なのでうちはもうその辺はやってないですね。でその後豆は何だったっけな、まあ四角豆とかね、沖縄のものを作る時もありますし、あと笹毛をかましますね。16社笹毛ね、ビヨーンと長いインですね。で最後また秋口に、なんだっけ、この同じね、つるありの最後のね、8月の終わりぐらいに最後巻いて10月に取るっていうパターンが多いですかね。まあということで、だからこのつるあり園芸はね、年に2回ってことですね、我が農園は、という形をやっております。本当はね、落花生作りたいんですよね。落花生はピーナッツにするよりもやっぱり生でね食べる方が抜群に美味しいのでね、あれを作りたいと毎年思ってますが、まあ今年うちこの辺はね本当にね、イノシシ君たちにね、餌をあげるようなもんなので、本当になんかもうその辺は本当に何でしょう、完全にやっぱりイノシシ対策はしていかないといけない。もうそこを場所を作って、そこにさつまいもやね、豆は集中させるっていう方がいいんでしょうね。まだちょっとうちはねそこまではやってる余裕はないので、よいしょ、これはつるありインゲン、普通のケンタッキーバンダーってやつですが、そっちがモロッコですね、ビヨーンとこう幅の太いやつというので、こう2種類ね作ります。それでまあ一緒に出荷はね、一緒に混ぜて出荷いたします。まあまあまあ両方楽しんでもらえればということですけどもね。意外とね、有機栽培の設定野菜で豆はね、葉物と同じでちょっとね手間がかかるものですから、アングルを立てなきゃいけないんですよね。ですからこういうやつですよね、このマルチマルチこの間に、ですので立体的に仕上げるわけですよね。なのでそういうのって、ね、意外と手間かかります。でとてもポイントなんですけど、不思議だなと毎年思うわけですけどもね、ね、この国にはやっぱり台風っていうのもありますので、それがやってくるわけですよね。だからそれでもって立体的に仕上げると台風にやられちゃうわけで、ですからうちはね、きゅうりは全て自培ですね。で今年もゴーヤーは自培でやろうと思ってますね。もうアングルが倒れるとね、アングルが倒れて、倒れるだけだったらいいですけど、片付けりゃいいですけど、曲がってしまったらね結構損害が出ますので、もうなんか毎年毎年そうやってね、なんか台風のこと気遣ってなんかやるのもなんかバカらしいなということをもう最近は考えてまして、自培でできるものは全部自培であるということです。まあ収穫はねめんどくさいです、もちろんね、ゴーヤ探したりキュウリもそうなんですけどもね、こう地べたにこうつるがバーッと広がってるそのジャングルの中に足を踏み入れてねやっていくっていうのはね、なかなか面倒でございます。ちなみにうちはこの30センチ間隔で、2粒ですね、を巻いております。割とねインゲンはどうせ、こう立体的に仕上げますので、密に、株間を密にしてもいけるんじゃないかなって思います。20センチでもいけると思いますし、15センチはちょっと短いですけどね、株間ね。どうですか、ポイントはとにかく有機栽培の場合はね、草の管理ですよね。豆も意外とね草に覆われますとあんまり出来悪いので、風が強いですからね、もう春これ1番2番とかってなってくるんでしょうね。よいしょ、
3月はね、卒業式シーズンってやつですか。いやいや、ね、いろんな思い出があるかと思いますが、何の話だって感じ。私ちなみにですね、中学の時に、卒業、なんていうのあれ、当時っていうの、卒業生代表かなんかでなんか読んだりするやつあるじゃないですか。卒業生代表をなんとか君とかつって、あれ俺やったことあるんですよね。卒業実行委員会みたいなので、なんか委員長とかやってたり、当時はなんかそのようなことをしてましたな。まだ私にもまだそんなね、10代の頃があったなんて、このまだ髪の毛があった時代ですよね。いや、いい思い出ですな。まあ少しね、逸話を話しますと、何でしょう、事前にああいうのってね、何を喋るとかってね、提出しなきゃいけないでしょ。変なこと言っちゃいけないからね。それでまあ、あれですよ、その原稿をね、もちろん書いて事前にね渡して、こういうことをね、校長、目の前に校長先生いらっしゃいますんでね、でそれを読み上げるということで、まあいいだろうということだったんですけど、当日になって私差し替えまして、全然違うことをね喋ってやっちゃいましたよね。面白かったですね。卒業生はやんややんやね、別にそんなねひどいことは言ってないですよ。罵詈雑言を言ったとかそういうことではございませんで、まあ自分の話をしたっていうだけのことですけどね。卒業生代表なのにね、自分の話をして終わったというね、目の前の校長先生がもうね何も言わず顔を真っ赤に捨てられたということは鮮明に覚えております。何の話だね。当時まだもうね、中学校3年、14、15歳ぐらいから私はもう髪の毛伸ばし始めてたりしましたんでね。高校の時は、卒業する時はもう髪の毛肩についてましたね。いやいや、それで自転車乗って行ってましたよね。どうでもいいですね。ねえ、何ですか。もう昨今はね、髪の毛の色なんかも染めたりします。私も23ぐらいの時は紫色でしたけども。いかんな、話せば話すほどなんかイメージが悪くない。これ野菜の売れ行きに影響しますな。いけません、そんなことでは。はいね、真面目にね、完全無農薬の有機栽培取り組んでおりますよ、我が局長の、ね、はい、ようやく一列終わりましたね。これで向こう側がモロッコインゲンですね。はい、2粒ずつ巻いてね、これ後半、まあ、というか こちら側はね、またその秋にやるのか、あるいは何かやるのか、一応こう取ってますね。あんまり長くてもね、そんなに取れ始めるとすごい量になっちゃいますので。ということで、今日は何の話だっけ、堆肥をね、研修生の2人の若者に撒いてもらっているという様子と、インゲンをね、ようやく。それはリンゲンの種まきをしている百姓農園の動画でございました。それではまた。